どうも皆さんこんこにちはチャックバスです本日より、えー、宣言した通りね本日から、えー、顔出しでユーチューバー本格的にコムヒットしていきますということで動画を撮っておりますいかがですかチャックバスの中の人はこんな人ということでえー、っとですね えー、チャックバスという名前で、えー、これからもね活動していきますけども私名前も公開しちゃいます。私平、えー、平井井と申します平井陽太でえー、っとですねチャンネルではですねまあもうずっとチャックバスでやっておりましたのでツイッターもそうなんですけどもまあ別にねどっちでもいいんですけどもまあ今までやってきたので一応チャックバスでねこれからも動画 撮っていいきたいと思いますで、えー、7月からね完全 YouTube にコミットしていきますって言ってましたけれども、えー、今日7月1日で7月3日からねニューヨークの方に向かいますでそちらもね動画にしていきますのでまあ、楽しみにしていただけたらなと思います。で前置きは置いといてですねまあ、今回の動画は、えー、今リクマイラーでね私 えー、YouTube でねいろいろ公開しておりますけども先日始まったこの東急ポイントっていう東急カードのルートポイントサイトから、えー、東急クラブ級ポイントに交換して ANA マイリに交換する方法でもう一つがこちらですね ANA ソラチカカードまあこちらも有名なカードリクマイラーの人の中ではすごい有名なカードになっておりますよね。 でこちらが81%でポイントサイトから ANA マイルに交換できるポイントルートですね。でこちらが75ででマイルルに交換できるルートポイントサイトのポイントがね仮に1万円分あった場合こっちだと8,100マイル ANA マイルになってこっちだと7,500マイルになるというものですね。 まあそれはまあ 80%75% なんでどっちがいいかっ言ったらもちろんこっちの方がポイント数は高いです。ですがねあのまず日数がですねこっち3週間ぐらいでポイント交換完了するんですよね。でもこっちはですね1ヶ月ぐらいかかるんですよ。ヶヶヶ月1ヶ月2ヶ月 1> 1ヶ月じゃなのでこれからねえー、っと ANA マイルを貯めようっていう方でポイントサイトのね、えー、活動してこれからポイントサイトから ANA マイルを貯めようリク陸ラいになろうっていう方はですね私個人的な意見ですけどもどっちがおすすめかっていうのをね話していきたいと思います。でまずこっちそら地下側ですね。 こちらだと八十一パーセントってお話をしましたけれども、こちらはですね、ポイントサイトから A.N.A. マイルにするまでまあ二ヶ月ぐらいかかりますというお話をしましたよね。さらにポイントサイトの交換ルートまあ出しておきますけれども、ここら辺に交換が多いんですね、交換の回数が。交換の回数が多いっていうのと。 交換日数が長いということであのポイントサイトから永遠マイルリクマイラにこれから習うっていう方はですねあのモチベーションが持つという方はね是非この空地下カードのルートをね利用されることをおすすめします。 まあなぜならまあ先ほど言った通り1万円分のポイントがあったら基本的に8100万 ANA マイルにね交換できるということでそういう意味では本当に強いんですよね。ですけどもやはり2か月かかるということでモチベーションが結構落ちる方もね結構います。で上限がね次々 1>, 1万8,000マイルまでが限界ということですのでまあ今日7月1日で今からねポイントサイトからポイント交換して ANA マイルにしようっていう場合は東京,都東京からニューヨークビジネスクラスがまあ基本的に8万から9万マイルぐらいですので、まあ、半年以上ね変わってしまうんですよね。ですのでそういう意味ではあのポイントサイトから貯め始めて。 エーネーマイルにしてそれで、えー、国際線の、まあ、仮に東京ニューヨークのビジネスクラスに乗りたいっていう目標で貯めてった場合ですね実際に乗れるのはもう本当に来年とかなそうですよね今67月です来年以降になってしまうんですよね。そそううういいい意味で、えー、それででれも高レーートで交換したいっていう方はこの空カードが おすすめですソラ地下ルートと呼ばれているこちらのソラ地下カ,カードを使ったラインポイントからのルートですねこちらがおすすめとなっておりますですけれどもやはりモチベーションあとはですね私も、えー、リクマイラーに一番最初になった時に誰もが最初は思うと思うんですよねポイントサイトってうさんくさくないかっていう私もすごい思ったんですよね最初の方。本当に、えー ANA マイルになるのかとポイントサイトのってなんでこんなに知られてないんだろうみたいな。っていうのでやはりモチベーションとやっぱりその本当に ANA マイルになって ANA のマイルを使って飛行機に乗って初めてあ貯めててよかったなって私自身思ったのでそういう意味ではやはりあのモチベーションをね持つ。 型は、ね、こっちのルートでいいと思うんですけど何せ時間がかかりますんで,であともう一つですね今ある、えー、こちら、あのー、ルートですねラインポイントを利用したこのソラチカードのルートですけどもこれが今81%でお話をしましたけどもこの81%の交換率っていうのも正直いつまで続くかはね全然わかんないんですよね。それはこっちに 言っても一緒なんですけども裏側かな、こうか、こっちも一緒なんですけども、こういうポイントサイトのポイントのルートって本当にいつ解約があるかわかんないんですよ。ですので、その二ヶ月かかりますって言ったこのポイントルートが果たしていつ解約になるかは正直わからない。まあ発表されてすぐ解約されるってことはないと思うんですけども、正直ゼロではない。 っていうのはねこの空地下カードの今ラインポイントルートと呼ばれているルートですね。でもう一つこっちでこっちの、えー、東京クラブ級ポイント東急ルートと呼ばれているこちらですけどもこちらの場合は、えー、23週間3週間ぐらいでポイント交換を完了するそして、えー、月々の上限ですねが、えー、基本的に 10万ポイントドットマネーから、えー、東球ルートに交換するのが月々10万ポイントだから10万円ってことですよねだからそれをマックス交換したら1か月で7万5,000マイル交換できるということですのでこちらはですね交換スピードもそうなんですけども上限が撤廃されているということですのでまああれですよね今から ポイントサイトの運用でポイントを貯めてで交換しようと思った時に本当に一気にバーって貯まった場合一気に ANA マイルに交換することができるっていうことですのでその交換ポイントから交換ポイントからね交換して ANA マイルになるまでの期間がギュッと短いんでそういう意味では本当におすすめ のカードとなっております。まあ、カードっていうかルートですね。ですので今からね。このポイントサイトの？こちら2つどっちをやって、これから ana マイルをね。貯めていくかってなった時に、私のおすすめは完全にこっちですね。ポイント交換回数が少ない。あと、ポイントから ana マイルになる日数も短い。 そしてポイントの上限もない、えー、まあ実質ないようなもんですよね10万ポイントを何ヶ月も交換できる方ってなかなかいないと思うんでそういう意味ではやはりこっちにこれから始める方はこっちのクレジットカードの方がねはるかにいいと思います。まあ、もちろんねモチベーションが下がることはありませんっていう方はもちろんこっちでもいいと思うんですけどもこれからねポイントサイトを運用して ANA マイルに貯めようっていう方はやはりねできるだけ早くえ ANA マイルにしてね一度でもえ ANA のビジネスクラスを利用してそうすることによってまた次モチベーションもね上がると思いますのでそういう意味ではこっちのクレジットカードの方がねおすすめとなっております。まあ、今回はこの ANA ラカーーード東東京京クラブ級東京ルルトトと空ルートです、ね、まあこちら今 LINE ルートとも呼ばれてるんですけどもこちらの2つをね比較して紹介しましたけどもいかがだったでしょうか、まあ、今回からねこういう顔出しで動画を撮るっていうのはねすごい私自身すごい恥ずかしいんですけどもまあねその情報を発信する身としてはねやはりあの 顔を出してないとっていうわけじゃないんですけども信頼性の問題ですよね。私自身そう思いますんでで、今回からね顔出し動画がメインになってくるかなと思う,と思うんですけどもちょっと情報量がねすごい多い動画、まあ、私の動画ではテキスト動画が結構多いんですけども、まあ、ちょっと情報量がねすごい多い動画だと。 やはりこの顔出しして説明するっていうよりかはテキストをね見ながら説明した方がはるかに分かりやすいと思うんで、まあ、そういうのはねまちまちでやっていきたいなと思いますんでこれからねお付き合いしていただけたらなと思います。今回の動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いします。 私ツイッターとブログもねやっておりますのでそちらもねぜひチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ